鳥海山木のおもちゃ館の佐藤です。本日も館内で遊べるおもちゃをご紹介します。今週ご紹介するおもちゃは、こちらになります。こちらは丸太落としという名前のおもちゃになります。木の、いろんな太さの棒がこう入ってるんですけども、丸太落としですので、この丸い、スティックを使ってこの棒を押していきます。抜いていきます。押していって、で、まあ、一人でやってもあれですので、まあ、順番に何人かでやっていって、実際ここにこのビーバーさんだそうです。ビーバーがいるんですけども、この子がゲームのただ説明書を見ると、このビーバーを丸太を崩さないように救ってくださいとなってるんですけども、何をしたら救うってなるのかちょっと私分かんないので、まあ、要は丸太を落としてって崩しちゃったビーバーさんを落としちゃった人が負けでもいいのかなと思いますので、まあ、今回はそういった遊びでやってみたいと思います。で、いろんな色もありますけども、太さですね、太さも、この太さでもうちょっと太いもの、あとはここにありますけど一番大きいもので、また難易度も変わってきます。あとは、長さですね、長さも2種類あって、この長さとこの長さ、長いものがありますので、長いものが抜くのが大変なので余計ちょっと難易度が上がるんですけども、どっちにしてもこのビーバーさんを落とさずに丸太を崩していく、で崩しちゃった人が負けというものになりますので、まあ、これは説明よりも実際遊んでみたいなと思いますので、この後実際遊んでみたいと思います。はい、そうすれば実際遊んでみたいと思います。じゃあじゃんけんをして順番を決めて実際落としていく、はい、落としていくというか丸太を落として、はい、ビーバー落としたら負けなのでやってみたいと思います、はい、じゃあ最初はグーじゃんけんぽい。じゃあはい、このスティックを使ってはい、どうぞ。あ、でもそれでもビーバーが落ちなければ、うん、落ちなければ大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、落とした人が負けとしてますので、はい、いきますね。じゃあ、ここにしようかな。あ、そういうふうにしてればいいんですね。はい、はい、いいできたら、あ、動きましたけど、でも大丈夫です。はい、はい、崩れてないので、じゃあどんどん、あ、調子乗ったらこれに落ちますね。はい、なんで、ごめんなさい、落としちゃったんで、調子に乗りましたが私の負けです。はい、まあルールは至ってシンプルですので、はい、わざとじゃなく本気で負けたのちょっと悔しいですけど、まあいずれシンプルな遊びなので、はい、ご家族皆さんで遊んでいただければと思います。はい、こちらは丸太落としというおもちゃになります。ぜひ皆さん遊んでみてください。はい、館内には他にもたくさんおもちゃございますので、ぜひ皆さん遊びにお越しください。お待ちしております。